さんこんにちは。今回もゴールデンウィークのゲオスーパーセール行ってきました。前回は中古3本を買うとマイナス2000円になるんですが、間違って1本新品を買ってしまったためにマイナス2000円じゃなくてマイナス1000円なだけだったので、今回は間違えないようにしっかり買ってきました。まず1本目、アンチャーテッドコレクション。これもね、アンチャーテッドコレクション以前1と3はクリアしたんですが、2はねまだクリアしてなかったので買ってきました。そして2本目、メタルギアサバイブ。こちらもね、僕メタルギア大好きなんですけど、以前、持ってたんですが、ちょっと一回売っちゃってたんで、今回また買いました。そして3本目。進撃の巨人。こちらもね、3480円なんですが、1980円になってたので、これはお買い得だと思って、買ってきました。そして、やばい、袋から取れない。よし、取れた。毎度おなじみの USB フラッシュメモリーを、3個買ってきました。これでですね、本来ならば、7112円なんですが、マイナス2000になってるので、5112円に、なりました。やっぱりこういうセールの時はやっぱりゲオはこう良心的とかいいですね。今回はちゃんと間違えずに、買うことができました。よかったらコメントやフォローとかもよろしくお願いします。ありがとうございました。